今日はですね、シャドウペイントをどうするかということでちょっとやってみたいと思います。もうシャドウで、キワがですね、かなり浅いんですね。それで大きなブレイクを狙うというところで、今ストリームヘッドのですね、1.8g にパフネークのひまわりですね。今日はジョイントラインの 0.2 号、あ、ジョイントラインじゃない、ピンキンの 0.2 号にですね、ジョイントラインはね、ちょっとそのブレークに触るかもわからないということで 1.2 号をつけてます。ジョイントラインの 1.2 号のリーダーで、ストリームヘッドの 1.8g にパフネークのひまわりですね。これで始めてみたいと思います。とりあえず今ここから 10m ぐらい沖までは浅くて、 10m ぐらい沖にちょっとしたブレークがあるんですね。で、ここの段がまだ干上がってる状態で、今干潮です、土干潮です。ですからかなり浅いんですね。その浅いところをどういう風にして、そのエッジをどうやって攻めていくかというところですね。で、風が結構正面から吹いてくるんで、結構ややこしいんですね。で、ちょっと沈み気味になるんで、少し早めに引かないといけないというところで、まずは表層からですね、カウント5から始めます。多分ね、沖の方はまあまあ水深あるんですけど、その15メーターぐらい手前になるともうカウント5ではかかるような感じなんですね。で、そのエッジをどう釣るかというところが一つのミソになると思います。まだ潮は全然動いてないですね。で、風がですね、結構こう正面から回ってくるような感じですね。今はやっぱりちょっとこれ南側に来てるんですけども、風が13、14メートル吹いてる、結構爆風なんですね。ですから南側でも風が真正面から回ってくるような感じです。これで果たして釣れるのかというところなんですけども、だからもうそのエッジまでをどう釣るかですね。これ潮を上げてきたらそのエッジから手前また入ってくるとは思うんですけれども、今はとりあえずそのエッジをどう釣るかというところですね。ロット言い忘れました、 LHR62 ですね、ガイドポストですね、ガイドポストの62をやってます。まあ、最近ちょっといろんな竿を使って、まあ、昔を思い出そうということでいろんな竿を使ってるんですね。で、時々使わんと忘れてしまうん で、その中で、ね、今ガイドポスト62を使っております。この竿はええ竿やな、やっぱりどこで食うんかな。もうそろそろまだねな、潮が上がってこないな。あと30センチ潮が上がるかな、ええと思うねんけど、まだ30センチ低いな。ボトムまで一遍沈めてみました。沖のボトムまで、まあ、ここは藻が多いんで、ちょっと藻の上を使っていきます。ですからエッジまで来たら確実にかかります。このね、風がね、真正面から吹いてくるというのはね、結構シャローポイント辛いんですよ。どうしても潮が前からついてくるような感じになるんですね、風の潮が。で、早く沈んでしまうんですよ。どうしても根掛かりしやすいというところがあってやりにくいんですけれども、当たりませんな。魚がまだ回遊切ってないか、ちょっと上げんと当たるかな。目標するのかな。こういう風が真正面から吹いてくる、要するに当て潮気味の時の放送というのはすごい難しいんですね。ただでさえ早く沈もうとしてるんで、そこでこう放送キープするのはすごい大変なんです。やりにくいんですけどね。潮でもね、こう動いてくれればまたこういろいろやり方はあるんですけど、今潮全く動いてない。まあ放送だけ風の潮でこっち来て、でも風が止んだ時にはそれが止まるという、ほんだんまあ何かやりにくい変な感じの潮ですね。これがね、水深があったらまだごまかしが効くんですけど、水深がないもんですからごまかしが効かないですね。魚がいなかったらもろいないというこういうシャローポイントのいいところは、魚がおったら確実に当たってくれるというわけですね。魚までの距離がないんで、その点はいいんですけれども。Thank you.
ですね、魚がいてくれません。困ったもんです。さあどないしましょう。なんとかねスローについたいんですけど、ジグヘッドを軽くした方がいいかな、それとも重くして浮きを下げた方がいいのか。まだねそんなに数が入ってきてないと思うんですね。そやから重いので早くやるとね見つけきらんねえと思って、あ、しょった、今結構風がやんでくれたんでスローにやれたんですね。そうすると詰めてくれました。よいしょ、あー釣れた、あーしまったしまったしまった、これやばい、シャローでねバラすとやばいんですわ。あーしまった、あそこのね下にね石積みみたいなものがあってそれに引っかかって外れてしまいよった。あー飽きまへんがな、くっそー、あー、きますね、きません。針を変えます。針を変えてもう一回やり直します。悔しい、魚を産むのに見捨てしよった。これ飽きませんがな、飽きませんがな。よいしょ、じゃあ最後同じやり方でやって、うーん悔しい、今上手にやれたんやけどな。上手にちょうど風がやんでくれたんですよ。だからスローにスローにね 1.8g 1g ぐらいの感覚でこう維持させてキープさせてきたんですけど、それがすごいうまいこと言って、ああよかったと思ったんですけど、バラしたらあかんがな、シャローでバラしたらな散ってしまえるんですよ、集まってきた群れが。果たしてああ今も風がないから乗ることはできてんねんけど、ああ足らんか、また風吹いたらあかん、風吹いたら乗ることができない。アジというのはねパターンがあるんですね。だから同じことができたら釣れるんですよ。ところがこう条件がこういうふうに風が吹いたりなんかして同じことができなくなると、その同じことをこの条件下でやらなきゃいけなくなるんで、これが難しい。だから多分これ 1g ぐらいでやればいいのかな、本当にスローにやれば。あーやめて、風やめて、あれを潮を上げてこい、潮を上げてきてくれ。多分ね、こっからね、2メーターぐらい増えるはずなんですよ。1メーター50ぐらいかな。1メーター50、今日中潮ですから、1メーター50ぐらいは増えるはずなんで。そうするとね、楽勝なんですけど、今のところ、土管長なんでね。難儀なんですよ。まあ、シャローポイントにはなってるんですけど、これ1メーター50増えたらもうシャローポイントでないですね。ちょうどいいポイントになるんですけど。とりあえず今は、土シャローなんで、これをどう攻略するかというところです。今攻略するのが一番難しいと思います。うわ風吹くな、風吹くな、風吹いたらあかん。軽くします、勇気を持って軽くします。 1.8g ですので、1.3 ぐらいにしてやるとかなりスローになるんで、もう少しやりやすいかなと思います。何もですね、この風というやつがね、この風をどう対処していくかというところなんですけど、まあ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 、冬ですからね、
風はしゃあないです。いつも吹いてくれます。ここでここでねワームを変えたらあかんです。ワームを同じもの変えたらあかんです。いつもワームを変えてしまうとどっちで釣れたか分からへんので、これワーム一緒に持ってなかったんですよ。でとりあえずジグヘッドに変えて少し見ようにして、1.3 にするとかなりスローの釣りができるんで、テンションをかなり強めに張って、手前に持ってくるってもいいんですけど、今日寒い。 1.3 まで落とすと落としすぎか、ほんま 1g ぐらいでやりたいんですよ。上げてくるまで待たんといかんか、この 1.3 やと。ね、足場が高いんでね、風に翻弄されてるんですね。当たらん、当たりません。沖に照明があるな。今エッジを触ってるんです。エッジを越えた、エッジとショルダーを越えて本当に浅いところに来ました。あかん、かからんダメです。これはダメだな。とすると重くにしましょう。重くしましょう。 1.3 から2.5 に上げます。飛距離かもわからない。飛距離かもわからないので 2.5 に上げます。もう少し広範囲に探った方がいいのかもわからないけど、本当にそのスローな釣りが難しい長さなんで、さあどうするかというところですね。2.5g にしました。2.5g です。もうワームはバフネグルです。さてこれやとどうだ。タンク捨てんですから早押し沈みます。先ほどみたいにスローにはできないですね。広範囲を探って魚がいるかいないかをちょっと見ようと思ってます。あかん、当たらへん。どうしたらいいやんな。
この風やめてくれへんかな、向きがいろんな方向から吹くのだけやめてほしい。せめて、あ、触ったぞ。かからんかったけど触ったぞ。食い方勝負のなんでこんな食い方するのかな。難しいな。もっと簡単に釣れるはずやのにな、俺の予定では。こんなに難しいわけはないけど、なんでこんな難しいの。上なんかな、ひょっとして上なんかな。上っぽいな、下当たらんな。僕らも速いですね。風さえ負けへんかったら、このレイヤーズもやりたいと思います。あかんわ、2.5 とか重すぎるわ。何グラムが正解なんやこれ。 1.8 では釣ってるけど、バレたけど釣ってるけど、ちょっとそれ以外釣れてないからな。ちょっと 2.5 も外して、 2.5 も外して、ちょっと攻めてみようか。極端なんで、よし、ちょっと一発攻めるわ。レアちゃん、足の高いところで吹いたら一発浮いてしまうけど、風吹くへん、まあの時にちょっとでも沈めてスローに漂わせれば釣れちゃうかなと思ってますけども。よし、今これストリームヘッド 0.8g 出ました。ワームは一緒です。さて、果たしてどうなるかね。釣れると思うんですけどね、多分ね。楽観的に言うと、釣り始めよりも、ほら、また釣れた。20センチぐらい水位が上がったんですよ。ほら、あ、また落ちた。なんで落ちるの。おるぞ。今ね、20カウントまで落とすのがあったんですよ。そしたらトン途中で食うとったんですね。だからバレてしまったんですけど。よっしゃ、ほらほらほら、今当たりました。確実に当たりました。今度はバレへんで、確実に釣ったもん。ほら、釣れました。
やっぱりおるんですよね。だからレンジを考えてやると手前におったってことですね。よーしよ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 し、だいぶね潮が上げてきてるから手前に入ってきてるんですよ。うわ、全然分からへんの。潮がねちょっと当て気味に来てますね。これついてきてるから当たりが、当たりがボケよるんです。うわ、ほんまに当て潮になってるわ。当て潮になるとジグヘッドが消えたみたいになるんですね。ですから今 0.8g にして 0.8g もそれはどこにあるかさっぱり分からへん状況なんですね。だからテンションをちょっと強めに張ってで釣ってます。流れがこっち来るんでそれよりもちょっと早めに引いとかんと分からないので、だからどちらかというとゼロというかその張らず緩めずの状態で保つというような感じですね。めちゃくちゃ不安定な感じです。でもこれだと当たりは伝わるはずなんで、不安定な状態で今ずっと乗せてきてます。流れ本当にふわふわさせてます。これ重いとすぐに底ついてしまいますね。なんで当たらへんね。またレンジいちゃうのか。なんでこんな当て状なの。何の当て状なんですか。やんで、あげなさい。こんなの見たら、レンジから出てしまう。当たったのにかけられん。もう風のバカ野郎。風のせいでいろいろこう変わってくるんで、もう誰もいないんですよ周り。誰もいない真っ暗な護岸なんですよ。そこにあの修行灯をつけてそれで釣ってるんですよ。ですから貸し切り状態なんですけど、めっちゃ寂しいです釣り人会員です。周りもうあの何百メートルありますけど誰もいません。貸し切り状態です。まあやらんですよね、この真っ暗な中とこ、ね、アジは入ってきおるんです、こういうところ。意外とね、いろんなところでね、まあ、釣れてる場所の近く、まあ、釣れるであろう場所の近くのこうやって照らしてやるとね、アジが入ってきおるんですよ。一つ見つけるとね、同じパターンでいくつも見つかっていきますからね、いろいろ探してくれたら新規のポイントすごい開拓できますよ、これ。だからあの誰もいないから何も文句も言われない明かりどんだけつけても文句も言われないし、こうやってあの撮影用にロッドが見えるように僕インテリアをつけっぱなしでやつ撮るんですけども、普通
するとこやったらやっぱりちょっとね周りを気にしなきゃいけないんですけど、誰もいないんで全く誰はばかることなく明かりをつけて釣ることができます。潮がね、あ、出てくる以外にもう少し違う動きをしてくれたらいいんですけど、左右に流れてくれるとかしてくれへんのかな。どうしたらいいやろ。ちょっと上なんかな。ちょっとしたら上の方に見たら。風吹かんでよ。風吹かないでよ。当たったらなんで当たらないで、こうなってきた時に初めてワームを変えるんですね。これまではティグヘッドの重さを変えるだけでやってこないとワームを変えてしまうと分からなくなるん でこうなって初めて今クリアを使ったんでちょっとソリッドを使っていますね。白いワームですね。これでシルエットが違ってくるんで見え方が違ってくるんですね。ここは光を通さないんで、そんなに影で映るよりアピールが強いと思うんですね。ちょっと用見つけへんのか分からんから、それでちょっとソリッド切り替えますね。それで反応します。さっき当たりがあったジグヘッドの重さだから、今度ワームを変えることによってジグヘッドの重さを追ってるわけですからね。で、魚の見え方というのがあるんで、それをワームのカラーで変えていくわけですね。こうやってワームを変えてやるとまた当たってくれるわけですね。だからこういう風にして少しずつこう変化をさせていくんですね。ジグヘッドはそのままでワームを変えるだけでこうやって超かかってくるわけです。ですからクリアよりはソリッドの方が目立つんで、味のミストが今薄いんですね。薄いからよりシルエットのはっきりしたものに反応してくるということですね。